どうも皆さんこんにちは、ゴンです。今回紹介するのはネットを騒がせた世にも奇妙な映像5選。キャンプ中の映像から有名なユーマの映像まで、今回は不可思議な映像を持ってきました。それでは早速本編の方に進んでいきましょう。最初に紹介するのはとあるキャンプ場の映像。投稿者は友人ととある森にキャンプをしに来ており、焚き火を囲んでいましたが、寒暖中森の奥から声が聞こえてきて、Oh, Alma. What? Yeah, did you hear something? Wait. What? It's one of our boats. All right. It hasn't even been 10 minutes. Devin? Yet, bro. No. Can a couple of people just come with me just to make sure we're good? Yeah. 声の正体を探るべく、投稿者は奥へ向かいました。Alexis?I don't think she's in here. Alexis? Alexis? Shit. Alexis? Alexis? What in hell is that? I can't even see. Can't see it very well. Yeah. What the fuck is that? Okay.Wait. Okay, be careful. Oh God. Oh God. Okay. I don't. Guys. Alexis. Aiden, stop. Okay. What the hell? Oh, holy shit!森の奥にいた正体不明の生き物、森には悪魔がいたんだ、そんなコメントがありましたが、他にもゲームから飛び出してきたか、そんな意見もあり、あれは悪魔か食人族か、皆さんはどう思いますか。次に紹介するのはアンカットさんが投稿した映像。映像の舞台はメイン州シスラドブシスコ。投稿者は湖付近の森にいるんですが、目的地へ向かっている最中、あるものが映っていました。カメラに映っていたのは全力疾走するビッグフット。わずか数秒間しか映っておらず、撮影者も気づいていません。ビッグフットといえば超有名ユーマ、たくさんの映像がありますが、やらせのものも多く、投稿者は否定していますが、果たして真相は一体。次に紹介するのはワースさんが投稿した映像。投稿者は M ケーブという洞窟にやってきており、中を探索しようと様子を確認しに行きますが、撮影中天井付近に小さい穴を発見して、That's really gnarly, though.岩壁の向こうに何かいました。誰かこっちを見てるんじゃ、目に見えないか、そんな意見がありましたが、皆さんはどう思いますか。次に紹介するのは
防犯カメラの映像。投稿者はガレージを持っており、そこの防犯対策にカメラを置いていました。そしてある日、出かけていたか、もしくは眠っていたか、投稿者が気づかないうちにカメラに反応があって、それを不審に思って映像を確認すると、ガレージに2つの黒いものがいました。それはちょこちょこしていて、まるで小人みたい。あれは一体何だったんでしょうか。最後に紹介するのはアレクセイさんが投稿したやつ。投稿者は小屋を持ってるんですが、そこには問題があって。というのも、小屋には何かいるらしく。У меня в сарае какая-то тварюга сидит, непонятная. Вон, в том проеме. Сейчас вот буквально час назад выходил, никого не было. Сейчас вот вышел. И шумит кто-то непонятно. Эй! Эй! Сука, тварь ебаная, блин. Эй! У! Господи, господи. А ну, влазь давай! Чё ты там ломаешь? Тварюга какая, а? Ты кто такой вообще? Йоу! Посудина кидается, тварь такая. Блять, а?不気味に笑っている正体不明の生物。あれはおそらく人間ですが、なぜか目が光っていて、そいつは小屋から出てこない。あれは一体何なんだ。投稿者はそう言っていました。ということで、今回もやってきましたおまけのコーナー。今回紹介するのは個人的お気に入り映像。主に動物系を集めてきたんで、早速見ていきましょう。可愛い映像からちょっと面白い映像まで、皆さんはどれがお気に入りですか？私が気に入っているのは最後の猫ちゃん。あのムッとした感じの表情に
めちゃくちゃ癒されました。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイなら。